だから絶対に手いただきます。彼を送る。だからもう。よし。こそくよっしゃ。これを振ってあげてください。オッケー。シャー。ありがとうございます。いや、サンドバッグでしたね。ちょっとクシャっていうサンドバッグでした。でもやっぱそこにはやっぱ思い先は乗りますよね。気持ち安全っていう。あんな早くサンドバッグ取ったんですよ。やっぱ本当に気持ちが大事で、あの試合のイメージはつかめましたね。抜き打ちでやってるって、じゃあちゃんとガード上げとけよって思いまし、抜き差はもう綺麗ですよ。キャノン選手も多分過去一最高のコンディションと過去一の怒りと殺意を持ってくると思うんで、それにどう打ち向かうか、俺が超楽しみです。純粋に俺は格闘技を本気で心の底から楽しみながらできるんで、俺がやりたかったのはこういう本物の本当に格闘技だけに生きてる人間とやりたかったんで、超楽しみですし、例えば前回の試合見た後に、いや彼と打ち合わないで普通に手際すれば勝てるよ、例えば前線クレベル戦を見た時に、いや彼は寝技が弱いから手際して倒して自分のペースを持っていく、それで確実に勝ちに行けって僕だったら成功しますよ。だからそれはそれを破って戦ってきてるような選手だったら多分今頃チャンピオンになってないですし、だから絶対に手いただきます。彼は送るなんかもシンプルにそのもう立つしかないですよね。倒されると本当に考えるしかないんで、基本倒されないのが一番ベストですけど、まあ、そうじゃない展開も格闘技起きるんで、倒されたら頑張って立つ、決めそうだったら頑張って逃げる、それしかないんですよ。別に凝った手技は持ってないんで、だからシンプルかつ大胆な技で対策しようかなと。やっぱ KO が一番簡単ですよね、格闘技って。それが一番楽で早いんで、15分も戦い方なくないですか。使いますし、用意ドン、カンポン、あれしたーって顔をかけたらみんな見たいじゃないですか。反則じゃねえかっていう。そういう試合を別にやろうと思ってないですよ。勝手になるんで、頑張って真剣に取り組んでればもう一度なると思うんで、それはもう皆さんの声援と信じる力がもう一つだと思う。まあ、あの動画見たら確定でタックルでしょうね、相手は。ターン、タッチっていくかな、ガチャガチャガチャってなると思うんで、まあ、そこをうまく勝利しようかなと思います。絶対思ってます、相手は、相手チームは絶対バカだと思う。絶対頭いいし、トップチームがみんな集まってるんで、逆にみんな日本を舐めてるんで、日本舐めて、最高の作戦とプランを練っていく。当たり前ですよ、やっぱ、この日本に、この、やっぱ日本人として、やっぱ日本のベルトを持つっていうのはやっぱこれだと思うんで、それでやっぱ今外国人選手みんな取られてる状態で、現状況、外人が。そうすると世界から舐められるじゃないですか。それを僕はすごい嫌なんで、絶対取ってやるぞって。で、取って、まあ剥奪してもいずれ取るかなと思って、パッて戻してもらいました。綺麗に傷つけたくなる。なんだろうな、不意をつかれたっていうか、この、いきなりキラモ選手を得意なポジションに長谷川選手を持っていかれたんで、まあちょっと、キップを出遅れたのかなって朝倉選手は。逆に対応して切ってたらまた違う展開ができたと思うんですけど、その逆もしっかり朝倉選手が手を当てれば逆に朝倉選手の展開になってましたし、ケロンプはそこで片足テイクないって言ったらケロンプ選手の展開になった。だから切られなかったらケロンプ選手がやっぱその時は取ってきました。楽しそうだな。さあ、当たり前じゃないですか。常に戦いますよって言ったら足前ダメなんじゃないですか。来たらそうだな。まあそのまあ、大きな怪我とか、そういうそのどうしても出れない場合は仕方ないですけど、基本的に怪我がなくて、怪我さえなければ出ますよ。チャンピオンとして。当たり前ですよ、チャンピオンなんで。長かったらダメですよね。やっぱ日本人が今、外国人にみんなベルト持ってかれてるんで、やっぱ日本人が日本のベルトを守んなきゃいけないと思うんで、俺がしっかりベルト奪って、取り返します。